東北大学流体科学研究所の菊川と申します。私の方からは、どちらかというと材料科学ですね。材料設計あるいは材料科学に、観点を置いた、機械学習の、使用方法ですね、の提案という形で、研究紹介をさせていただければと思います。特に教師の学習の一つである、自己組織化マークですねを、材料選択とか材料、設計に、どう生かすかということに関して、発表させていただければと思います。でまず略歴というか自己紹介をさせていただきたいと思います。東京大学 の機械系ですね、工学部、機械系の方で博士課程を取得しまして、その後ポスドクで、理化学研究所の方にお世話になりまして、その後すぐ、流体科学、東北大学の、流体科学研究所の方で勤めまして、そのまま現在に至っております。ですので、バックグラウンドとしてはですね、機械工学あるいは、もう少し絞り込むと、熱流体ですね、熱流体工学というところになるんですけれども、そこからだんだんもともとその分子スケールの、熱工学みたいなところを、ターゲットとしてましたので、物理科学だとか材料物性よりの研究に、現在は少しずつ、シフトしていくという感じになります。で、私の研究室の、研究テーマとして、今特にその中心的に推進している研究テーマをまとめますと、このような、一つの絵で、示されるような形になっておりまして、一つはその、どちらかというとその数値シミュレーションですね、分子シミュレーション、分子スケールから、少し大きなそのメゾスケールまでを、ターゲットにした、マルチスケールシミュレーター、マルチスケールシミュレーションの基盤技術を構築し、それによって材料物性を予測したりだとか、材料物性を支配するメカニズムが何かというのを明らかにするという研究を行っております。そこから出てきたデータをいかにその機械学習を通じてデータマイニングしたりとかデータ分析したりとかということをもう一つの軸として研究を進めております。で、研究室にもし、ご興味がある方は、ちょっと説明させていただければと思うんですけど、菊川研究室という、キーワードで検索していただければ、サーチエンジンのトップに、出てきますので、もしご興味があれば、検索してみてください。はい。で、ですね、この講演の、背景というんですかね、関連する、我々が、今実際行っているその、材料開発、材料、探索材料開発の、事例を、紹介させていただきます。で、皆さん、よくご存知 かもしれないんですけれども、現在の航空機においては、特にその旅客機ですね、大型の旅客機では、いわゆる従来の、金属ですね、すなわちそのアルミ合金とかが、航空機を、形成しているわけではなくて、どちらかというとその、高分子材料ですね、ここで複合材と書いておりますけれども、複合材が、主要なもう材料になってきています。で、この傾向は今後も多分続くと思うんですけれども、特にその、高分子材料をその炭素繊維内に、含浸させていわゆる CFRP という、材料として、複合材として、使用されており、今後、ますますこの適用が、広がるのと考えられます。で、この、複合材のその、母材となるその高分子材料を、我々ターゲットとしているんですけど、この高分子材料は、2種類の材料ですね、一般的には。2つの材料を混ぜ合わせて、反応させることによって、その、材料内部で、ネットワークがこう形成されていきます。これによって材料が強くなったりとかするんですけれども、こういう、複雑な構造をしていて、で現在ではさらにですね、これを、3成分だとか、4成分だとか、よりその、成分を、混ぜ合わせることによって、そのどんどん、新しいその機能ですね、機能をどんどん追加していくといったことも、研究対象としては、研究対象に、なっております。特にその、例えばその、しなやかさですね、材料としてのしなやかさだとか、あるいはその、難燃性ですね、その、燃えにくい材料を作るだとかっていうところが、ここ最近の、ターゲットとなっております。したがってですね、複数の材料をこう混ぜると、多くの材料を混ぜるっていう話になってきますので、この組み合わせっていうのが、ものすごい、膨大になってきます。なので、その、多数の合材料の中から、いかにこう最適な材料を選んでいくかっていうのが、非常に重要な、ターゲットになってきます。
したがって、我々としては、これに対して、まあ、2つのアプローチを、まあ、主に考えていまして、まあ、2つのアプローチから、まあ、研究しておりまして、で1つは、まあ、実験のみならずですね、まあ、サイバー空間、いわゆるコンピューターシミュレーションを使って、まあ、高効率に、材料物性を予測してあげるということを、行っております。でその際にその、まあ、マルチスケールシミュレーターですね、マルチスケール、まあ、実機のレベル、実機の航空機のレベル、ではなくて、まあ、そちらもターゲットに入っているんですけど、まあ、非常に小さなスケールですね、原子、分子、あるいはもう少し、下まで行って、電子スケールから、スタートして、まあ、最終的な、航空機材料ですね、航空機材料のところまで、まあ、一気通貫でつなげるといったことを、目標に、マルチスケールシミュレーションの、基盤を、構築しようと、しております。まあ、これが一つの、アプローチになります。でもう一つは、まあ、そうやって出てきた、多数 の, その、データですね、材料物性のデータだとかを、まあ、いかにその効率よく、まあ、データ分析でまとめ上げて、いい材料、より良い材料、を、あるいはその、設計要求にかなう材料を、探索していくというのが、もう一つのターゲットになります。まあ、そこで、まあ近年非常に注目を集めています、材料インフォマティクスですね。まあ以下、マテインフォ、マテインフォという。呼ばせていただきますけれども、この、マテリアルインフォマティクスの、技術を使って、まあ、高速にその材料選択をするといったところに、まあコントリビュートしていきたいと思っております。で、これは、まあ、我々の、まあ、青写真というか、まあ、最終的なその目標、となるその、まあ、フレームワークなんですけれども、まあ、実験測定のみならず、今先ほど申し上げた、物理シミュレーションですね、マルチスケールの、物理シミュレーションを、まあ、組み合わせて、まあ多数のデータを生成する。でそれに対して、まあ、機械学習を使って、候補材料の中から、良いものを、選択していくといったことを、考えております。で特に、今回の、講演の中では、いわゆるラフなスクリーニングです。ある程度その、まあ、もう既にある、材料、まあ多数 の, その候補材料から、ある程度のところまで絞り込んでいくというところに、まあ、使えるんじゃないかという、提案を、今回はしたいと思います。まあ、今回の講演の中でお話したいと思います。はい。で一方でですね、まあ、我々が取り扱っているようなその高分子系 の, その、マテインフォですね、においては、ある程度その、まあ、共通のだと思うんですけど、問題意識があります。でそれが、まあ、どういうところが問題になっているかというと、高分子系 の, その、データベースというのは、ね、比較的その、まあ、物性として非常に、多くそのデータベース上に、ある物性もあれば、まあ、全然そのデータが少ないと、重要な データにもかかわらず、かなりそのデータ量が少ないという、物性も、存在します。なので、そのビッグデータではなくて、その、まあ、むしろそのスモールデータをどういかに扱うかみたいなところが、まあ、一つの、研究ターゲットになっているという、状況ではあります。それに対して、まあ一つのアプローチとしては、まあ、シミュレーションみたいなものを、援用して、まあまあ、ビッグデータにしていくというか、その、データをどんどん増やしていくというのは一つのアプローチかと思います。でもう一つ難しい問題点としては、高分子材料というのは、まあ、製造プロセスとかですね、まあ、あるいはその、高分子自体が持っている、まあ、複雑な構造ですね、内部構造によって、まあ、材料に、比較的ばらつきというかバリエーションがかなり多いと。まあ、例えばその同じ、全く同じその、物質においてもそのある部分は結晶化していたりだとか、ある部分はもうアモルファスのぐちゃぐちゃな構造を持っていたりとか、そういうその不均質性みたいなものがその材料によってまあまちまちであったりとか、それによってその物性評価も変わってくるという話になりますので、まあ、この辺はかなりチャレンジングなところになるかなと思っています。はい。で、まあ、先ほどその分子シミュレーションを使ってどんどんそのデータを、まあ、材料物性を生成していくという話はあったんですけれども、実際にそのこのシミュレーション自体が本当にその実験データとピタリと合うと。いうことがあるかというと、まあ、必ずしもそうではないので、その実際にその、まあ、同じ土俵の中で実験データとシミュレーションをどう、まあ、折り合いつけていくかというか、まあ、どう同じ、土俵の上で、データ分析に、用いていくかというのはかなり難しい問題だと思っております。はい。で、そのような中で、比較的そのかなり先端的な、研究をされている、まあ、高分子有機、分子系の、MI としてかなり先端的な研究をされている研究グループも国内にもありまして、例えば統計数理研究所の吉田先生らのグループはかなり
面白い研究されていまして、まああの実際そのですね、我々がよくターゲットするようなその熱伝導率ですね。熱伝導率 の, その、データっていうのは高分子に関してはかなり少ないです。で、多分2桁、3桁ぐらい多分他の物性に比べて少ないんですけれども、まあ、それに対して、まあ、少ない物性を予測するような、学習モデルを組み立てる、まあ、直接組み立てるんではなくて、熱伝導率に、関連性のあると思われる他の物性ですね、まあ、得られている、非常に、データ数が多く得られている他の物性をまず、学習しておいて、まあ、それを転移学習によって、転移学習として利用して、熱伝導率の、まあ、予測モデル、高精度の予測モデルを構築するといった、まあ、そういった取り組みも、なされております。まあ、やはりここでも、まあ問題意識となっているのは、その少数のデータをいかにその、まあ、高精度にするかといったところかと思います。はい。で、まあ、このような、流れの中で、まあ、我々どういうふうにその、まあ、材料探索に機械学習を、持っていくかということを、まあ、常日頃からちょっと考えておりまして、まあ、実際にその、まあ私自身はどちらかというとそのデータ科学の専門家 ではなくて、まあ、物理シミュレーションとか数値シミュレーションから、まあ、来ている、まあ、人間なので、まあ、じゃあそのデータ科学を使うべきか、その物理駆動、まあ、その物理シミュレーションから、分かることをどんどん、探していくかというのは、まあまあ、ある意味その、まあ、相反するというか相反する方向性ではあるんですけど、まあ、なんとかこの折り合いをつけたいというのが、まあ、私の問題意識としてはあります。まあ、一方でその、大規模なデータセットがもうすでにあるんであれば、もちろんデータ駆動だけで、おそらく受けるんだと思うんですけど、まあ、我々その物理よりというか物理科学よりの、人間にとっては、材料物性を、支配しているその要因というのを、まあ、常日頃からどんどん研究をしていて、まあ、ある程度その原理原則を分かっている。でそれらをまあ組み合わせて実際にその、物性を、まあ、そのある、物性が欲しいという時にどういう材料を使えばいいかというのを、まあ、ある程度提案することができますので、まあ、このあたりをこう組み合わせてもらうのができないかというのを考えております。まあ、そういった流れの中で、まあ、最近ではその、物理ベースの機械学習というか、まあ、理論モデルを援用しながらの、まあ、機械学習といったものも提唱されております。はい。で、今回お話しする内容としては、まあ、自己組織化マップという比較的、まあ、シンプルな、機械学習の、学習モデルになっております。で、その自体は、まあ、次元圧縮を、まあ、次元圧縮を、するというような機械学習の、アルゴリズムになっているんですけど、まあ、すごいざっくりとも非常に簡単に言うと、もう多次元情報ですね、非常に、まあ、多次元の情報を持っている、非常に多くの情報を持っているようなデータの、近さ、遠さですね。まあ、多次元空間での近さ遠さを、維持しながら低次元に、まあ、写像するというような、まあ、そういうアルゴリズムです。で、まあ、機械学習的には、非常にシンプルな2層 の, ニューラルネットなんですけど、まあ、入力層ともう出力層しかない、まあ、そういう、ニューラルネットになっています。で、まあ、最大のメリットはもう、これですね、視覚的にですね、データのその相互関係ですね、近さ遠さみたいなものを、理解しやすいので、まあ、多次元の、データ、まあ、多次元の情報を持っているデータ間の、関係性を非常にクリアに、可視化できるというのが、最大のメリットかと思います。はい。まあ、このような利点を生かして、例えばビジネスマーケティングですね、その、まあ、ある層、まあ、あるその年齢層にはこういうものが非常に人気だとか、なんかそういったところの、データ抽出に使われていたりとか、まあ、ゲノム解析の分野でもかなり古くから使われているようです。はい。で我々としては、この高分子材料ですね、高分子材料の探索に、まあ、この技術を使っていきたいというふうに、しています。で、まあ、これだけ言うとなんかあんまりよくわからないと思うので、まあ、非常に簡単なその例を、ここにお示しします。で、まあ、この例は、色情報ですね。で色情報って、まあ、RGB の、3次元の、情報を、まあ、一点一点持っているという話なんですけど、まあ、それらの、まあ、ランダムな色を、5000色まず用意しておいて、まあ、学習データとして5000色用意しておいて、で、この、出力層であるマップ上に、まず、まあ、同様に、ランダムに色配置をしておきます。で、その上で、まあ、色、まあ、多数の色を、学習させていくんですけど、そうすると最終的に、近いものが、近くにこう、集まってきますので、まあ、色で言うと、まあ、近い色ですよね。まあ、我々がよく見るような近い色が、近くに集まってきて、まあ、こういうグラデーションを、グラデーション的な、マップに最終的になっているということになります。
はい、でこれを、材料物性、まあ、色その RGB を、まあ、材料物性だと、まあ、見立てて、その材料特性の近さ遠さみたいなものを、解析していくということになります。はい、でもすでにですね、いくつか我々の、まあ、研究グループ、まあ、その共同研究も含めてもうすでに、いくらかの材料に適用してきまして、まあ、例えばその、冒頭に申し上げた、まあ、エポキシ材料ですね、その航空機の、材料に使われるような、高分子に、例えば MDK さんの、計算結果とを直接その入力データとして学習させるとかだとか、まあ、この後説明しますけれども、まあ、有機のその液体材料にのグルーピングに、使ったりだとか、まあ、あるいは無機固体材料に適用したりだとか、まあ、最近ちょっと、着目されている、有機白膜の太陽電池の、その解析なども、最近は行っております。はい、でここから、まあまあ、我々の、研究グループの、研究結果を、少しご紹介いたします。で退職したのはですね、まあ、100種類ぐらいの液体材料を、まあ、ひたすら集めてきまして、で特にその標準状態で液体状態になっているような、100種類の、材料を、学習データとしました。でカテゴリーとしては、まあまあ、皆さんがよく、ご存知のアルカンだとかアルコールだとか、あるいはあの、ベンゼン化を持っているような、まあ、芳香族だとか、まあ、いろいろ、そのあたりの、材料を、いくらか集めていったと。で、その、一個一個の 物質に対して8種類の、物性を、入力データとして与えます。で、例えばその密度とか比熱だとか、まあ、沸点、融点、蒸気圧、表面張力、粘性、熱伝導率みたいなものですね。まあ、この、8種類を、一個一個の材料が全部持っていると。データとして持っていると。で、それを、入力データにするということです。はい。で、ここポイントなんですけど、これ、まあ、よくあるその、マテリアルズ・インフォーマティクスの、ように、その化学構造を入力データとするわけではなくて、ここでは教師なし学習ですので、もうあくまで、化学構造は全くデータとして、入力データとして、入れてないというところをちょっと、覚えていただければと思います。で、これが、実際その、まあ、その材料物性の近さ、遠さみたいなのを、マッピングした結果ですね、その学習の結果なんですけれども、まあ、これだけだとちょっと、非常にごちゃごちゃして分かりにくいので、まあ、グループごとにちょっと説明していきたいんですけど、まあ、例えばですね、まあ、水だとか、このグリセリンですね、まあ、グリセロール、グリセリンは、非常に特異な、材料として非常に特異な、特性を持ってます。例えばグリセリンだったら、粘性が非常に高いだとかっていう特性を持っているので、まあ、それらはまあ、もう別のグループとして、まあ、認識されると。で例えば、分子量が比較的、分子量とか分子の、大きさですね、が、比較的小さくて、まあ水素結合を非常に形成しやすいものは、例えば、まあ、同じようなところに集まってくるだとか、まあ、ベンゼン化を持っているような、芳香族ですね。芳香族のものが比較的同じようなところに集まってくるだとか、ハロゲンですね。まあ、F だとか CL だとか、BR だとかで、ああいうハロゲン化合物ですね、を持っているような、物質は、大体同じようなところに集まってくるだとか、まあ、つまりですね、まあ、まあ、100種類程度の、液体を、そのにかけると、分子構造みたいなものは全然与えてないんですけど、その官能器によって、特徴付けられる分子種に、まあ、自動的に分類されていると。まあ、要は、まあ、そういうその分子構造自体が結局、物性に、まあ、ある程度相関があるという話だと思うんですけど、まあ、そういうふうに自動的に分類されたという結果が得られました。はい。はい。で、まあ、ただ、マップ上に、表示するだけではなくて、まあ、それらの、その、ソムマップ上に、このソム、ソムで学習した後の、密物性をマッピングするということも可能です。で、これをやるとですね、まあ、これ、密度だとか、まあ、比熱だとかなんですけど、まあ、まあ、一目でですね、その、どこの材料が、どの物性が、良くて、どの物性が悪いとかいうのを、まあ、こう一目でわかると。こうすることによって、まあ、相対関係とか相反関係だとか分かりやすいんですけど、例えば例として、まあまあ、エアコンだとか冷蔵庫だとか使われている冷媒ですね。熱交換する冷媒には、どういうものがいいかというと、例えば高い熱伝導率を持っていて、まあ、低い粘性だとか低密度を持っているものが、非常に適しているんですけど、そういうのをこうやって、この、絵の上で探していくと、例えば、まあ、この辺が良さそうだと。まあ、低い熱、粘性で、まあ、密度もそんなに高くないと。いう感じで、まあ、こういうのを、見ながら、まあ、一目でこういい材料というのが得られてくる。ただしここでまあ、毒性だとか、環境負荷だとか、まあ、入力データとして入れてないので、まあ、そういうのも入れると、
まあ、そういう比較的その多角的な、まあ、材料設計要因を、考慮した上でいい材料を選んでいくということができると思います。はい、ちょっと時間がないので、駆け足していきたいんですけど、まあ、最後にですね、その我々、実際実施している、数値シミュレーション、まあ、ここでは分子シミュレーションですね、特に。と、材料物性にどういう相関があるかというのを、この総合を使って明確にできるんじゃないかというのを、最近研究として行っております。で、まあ、実際我々その物理科学の、観点から、その材料物性に相関があるという、まあ、構造ですね。分子スケールの、その例えば液体だったら液体の中の構造です。は、ある程度その明確になっています。それらのデータを、総合の入力データとして使えないかというのをちょっと考えました。で、例えばですね、その、液体でいうところの近距離秩序なんです。秩序構造なんですけど、あるその原子から見たときに、その周りにどのぐらいの、原子が近寄っているかというのを、我々はよく取ります。まあ、これ実際実験でも取れるデータなんですけど、まあ、分子シミュレーションでも比較的その、高速に取得可能なデータになっています。まあ、例えばこの、まあ、どのぐらいの密度で、ある原子の周りに他の原子が存在しているかという、情報なんですけど、まあ、そういう情報を、まあ、その、入力データとして与えてみましょうということをやってみました。はい。で、今回は、まあ、その材料種としては、かなり絞り込んで、O と C と H 原子のみを、含む、材料のみに、絞り込んでいます。で、依然としてのその化学構造自体の、データは含んでおりません。で、これがその、材料物性、まず材料物性のみですね。まあ、計算データは全く使っていない、材料物性のみの、その解析結果で、まあ、この結果自体は、まあ、まあ、先ほど見せた、100種類の場合とあまり、クラスター分離としては、変わっていないという感じの結果が得られています。で、これに対して、MD の計算データを入れたもの、まあ、これ、一目でちょっとわかりにくいんですけれども、まあ、計算データですか、構造データですね。液体の内部の、構造データを入れたものに関しても、まあ、見てみると、まあ、ほとんどその、場所としてはほぼ変わってない、まあ、相対関係としてはほぼ変わってないという結果が得られました。まあ、つまり、ある程度も、その、これを入れた段階で、その、自分が入れたその計算データと、材料物性というのがある程度高い相関を持っているということが、まあ、わかります。で、これを先ほどのその、材料物性のマップの上で、差分を取ってやるということをしました。まあ、つまり、構造の強さですね。分子スケールの構造の強さっていうのと、材料物性がどのぐらいその相関が強いかっていうのを可視化するために、まあ、差を取って、まあ、その絶対値を、マッピングしたものです。で、まあ、ざっくりと言うとですね、この、白っぽい、色のところが、非常にその、分子構造と、相関が強いところになります。なので、まあ、これ、見ていただくとわかるんですけど、まあ、一部その、色が濃いところがありますが、かなり色の薄いところが、非常に比較的その広い、材料物性かつ広い、物質にわたって、見られると思います。はい。で、これは、まあ、まあ、結構うまくいった、解析例で、まあ、つまりある種の、分子スケールの、構造の強さというのと、液体の内部の、構造の強さというのと、材料物性が、非常に高い、レベルで、相関があるということが、発見できました。で、これはうまくいった例なんですけど、まあまあ、うまくいかなかった例というのをここに示しますが、まあ、他のその構造データを持ってきた場合ですね。で、これだとかなり色の濃いところが、多いと思います。ですので、まあ、持ってくる、材料によってはなんかいろいろこう、変わってくると。だからうまい、その、まあ、我々はそのフィジックスとして、ある程度分かっているその構造を、まあ、うまく、持ってくれば、広くその材料の物性を説明できるような、構造になっているということが分かります。ということで、まあ、ちょっと時間がありませんので、まとめますと、まあ、このようなことになるんですけれども、ちょっと特に、まあ、ここで強調しておきたいのが、まあ、今回用いたその機械学習のアルゴリズム自体は、非常にシンプルなもので、かなり産業の現場でも一応、利用しやすいものだと思います。まあ、例えばその産業の現場でどういうその、まあ 材料だけではないと思うんですけど、材料の物性を、設計したいといったときに、使いやすいものだと思います。で、実際にその材料メーカーの人の方と、まあ、協業しながら、今現在、非常に優れた特性を持つ材料を新しく見つけ出すということに、使い始めて、います。はい。はい。最後にちょっと先ほど、小林先生の方からも、ご紹介ありましたけれども、まあ、今後、この、機械学習ですね、その、ソム
を用いた、データマイニングを、いかにその高精度高速化していくかというところだけちょっと少しだけ紹介して、終わりにしたいと思います。でちょうどその、先ほどちょっとあの小林先生や太田先生 のご講演の中でもありましたけれども、まあ、クラスター分析の、アルゴリズム自体は、非常にその量子やニンニングマシンに、まあ、向いているというか、まあ、ちょうどそのエッジングモデルの、形に、定式化できるということが分かっていますので、まあ、あるいはその、いわゆる組み合わせ最適化問題に、帰着できるということが分かっておりますので、まあ、こういうソムに、用いる、例えばものすごく膨大な、データを、高速に処理したいという場合には、こういう量子やニンニングマシンが、非常に有効に使えるんじゃないかと、我々は考えておりまして、まあ、共同研、まあ、小林先生の、知恵を拝借しながら、まあ、進めていきたいと思っております。はい。で、最後に、謝辞を示しまして、私の講演を以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。